いい夜ね。全員待機位置を再確認。ミシェルはヘリのモニターしてて。了解。ヘリをモニターします。全員位置確認完了。ミッションを少し早めるわ。物がかかったわ。 Are you ready? Go!通りに全て積み終わっています。ランドメイトだ。え、奥に隠れてください。私が止める。ランドメイトの確保が先だ。もう一人おるんは分かってんねんね。早く出てこい。シルビア、油断するな。心配せんで。ゲイ、ランドメイトだわ。見たことない方ね。マリキア、離れろ。マリキア、撃てマリキア。マリキア撃つんだ。ケイ、ゴムスタンが効けへん。サイボーグか。なんやこいつ、めっちゃ危ないやんけ。マルチやめて。よく中にいるのが分かったな。死んだふりしてもタヌキは臭いのさ。君たちは一体。私たちは警察じゃなく民間企業よ。あなたに権利を読む必要も弁護士を呼ばせる義務もないの。エンジェルアームズか。
覚えておこう。押収物はランデンメイト5体、うち2体は大破。他に大量の武器、弾薬が船内のあちこちに保管されているが、詳細は未確認。ランドメイトは無傷で押収のはずや。もうボロボロやん。またアリサやろ。あんたなんでいっつも。驚いたよ。私たちが乾杯するとはな。いいチームだ。どうだ、私の新しいボディーガードにならないか。金はいくらでも払うが。お金は魅力だけど間に合ってるわ。エンジェルアームズ社社長の高子宝来寺です。よろしく。残念だな。ところで電波状態が悪くなってから何分経ったかな。え、みんな船から離れろ。そうか、証拠の品は消えたわけだ。ハッサンは？バウンサー。しかしどこで取引がバレた？ハッサンがどうなったか確認しろ。もし生きていれば消さねばならん。我々のことが知られる前にな。今一つだな。何が今一つだ。机が壊れてよ、遠藤警部。うるせえ。俺に説教できる立場か。あの密輸船が沈んだおかげで3週間は桟橋が使えねえんだ。今夜吐いて捨てるほど死刑本部に来てんだよ。あら、沈めたのは私たちじゃなくて彼よ。それに彼らは対戦車ライフルからランドメイトまで揃えていった。これは明らかに法律違反よ。証拠があんのか。証拠は。その代わり大物を捕まえたでしょ。アンダーグラウンドではメジャーリーグ級の武器商人、アリジャイーブ・ハッサン。本部長。紹介しよう、市長の秘書官でミスター・ゴーマンだ。遠藤警部です。スワット時代の英雄的なご活躍は本部長から聞かされております。やめてくれ、過去の話だ。はあ、やつですね。せっかく高子がご馳走してくれるっていうのになんで誰も行かないの。炒め飯みたいな気色悪いもんよーくわんわ。うちらの食べ物はやっぱりお好みやで。シルビアってどちらの出身なんですか。生粋の琉球人やで。イラブもボエも食うし。でもな、お前が悪がる必要ないで。悪いのはアリサや。あいつ未だにチームに馴染もうとせん。仕事の金は入ってこんわ。1週間の営業停止食らうわ。全部あいつのせいやで。おかげでうちらの会社赤字更新中や。それはそうですけど、だからって全部アリサのせいにするのに。ミシェル何言うてんねん。誰がなんて言うたかてみんなアリサのせいや。ほんま腹立つ。おっちゃん筋こんまだか。標的だと撃てるんだけどな。りょうくん、修理終わった？ケイさん、もうちょっと部品のすり合わせをしとかないと。いつまで待たせるのよ。今回は別だけど
アリサみたいに無理して乗るわけじゃないんだから。アリサさん無理はしてないと思うけどな。確かに部品の消耗は激しいけど、減り方にバランスが取れてるし、ケイさんの方がよっぽど癖が。癖？はい、ここっていう時にかなり酷使してますよ。アリサさんはどっちかっていうとドルチェと折り合いつけながら乗ってる感じで、まあディップシステム乗っけた電脳型ですから、そういうこともあるだろうけど、でもやっぱ一番荒いのはシルビアさんですよ。なんたって3回に1回はどっか壊してくるもの。リョウ君結構見てるんだね。僕はメカのことしかわからないけどね。でもアリサさん、ランドメイトのマスターとしては多分一番上ですよ。正確に問題あるけどね。潰れちゃってますよ。死刑病院に連れて行け。サイバネティックオペの準備だ。二度も震災があったのに、まだ市の再開発計画は進んでないようね。優先事項が多すぎる。密輸の取引先を聞き出す代わりにハッサンの身柄を保護する、そこまではわかるわ。でもその取引先を徹底的に叩いてくれっていうのは。奴も命が惜しいんだろう。ハッサンの要求飲むつもり？ああ、市長はそのつもりだ。この件には中央政府の高官が絡んでいるらしい。高官？統制派の有力政治家というところまでは突き止めてある。証拠がない、圧力は強い、裁判にかけても無罪だ。だが君たちが敵機動部隊を壊滅させてくれれば、敵のトップは動きが取れなくなる。その隙に私が叩く。簡単に言ってくれるわね。もちろんできる限りの手助けはする。政治家のパワーゲームには付き合ってらんないわ。君のエンジェルチームを結成したのは誰だ？あなたのボス、偉大なるベイサイドシティの市長です。でも体を張ってるのはうちの子たちよ。分かっている。だが指示には従ってもらう。こいつを見てくれ。昨日の空港の映像だ。その男のパスポート名はアーサー・ジョーンズ、イギリス人だ。あら、いい男。本名ジャン・リュック・オスキナ。2年前に壊滅したテロリスト組織セクンダディのリーダーだ。ジャン・リュック。じゃあアリサと深い仲だったらしい。今は世界的なテロの受け負い屋だ。彼の仲間もこの町に潜り込んできている。ハッサンの事件を境にだ。つまり私たちにハッサンのボディーガードをやれってことね。こういう時のためのエンジェルだ。市長はベイサイド軍基地の警備隊にも応援を要請した。あれほど軍を毛嫌いしているのにな。アリサは外そうかしら。あの子まだみんなに溶け込めないでいるし。ダメだ。迷いがある人間を入れるとミッションに支障が出るわ。
そのくらいでガタついてちゃ本当に使えるシステムにはならんさ。5人でやるんだ。何があっても高くつくわよ。だから観覧車が元通りにならないのさ。自動運転解除。現在ベイサイドシティに潜入しているテロリストは8人。ジャンリュックを頭として強者揃いです。ハッサンは死刑本部で厳重に拘束。身辺警護は民間のエンジェルアームズ社が担当しています。なぜ民間の会社に警護を頼むんだ。我々軍もいれば死刑もいる。ハッサンを逮捕したのはこの会社でしてね。昨年可決された警察法によれば裁判終了までハッサンはこの会社のものなんですよ。我々死刑はすでにベイサイドシティ全域にローラー作戦を敷いています。テロリストは袋のネズミです。奴らを舐めちゃいけないな。スメラギ隊、君を呼んだ覚えはないが、我々特殊テロ対策部隊に内閣安全保障室長から直々の連絡が入ったんだ。風間将軍から。何も手が打てない皆さんに協力するようにとね。何？我々の管轄だ。引っ込んでいたわい。話にならんな。お静かに。特殊部隊については軍内部の問題と理解した上でベイサイド市長として改めて要請する。市警と軍は共同で市内でのテロを未然に防いでもらいたい。ここからは空港がよく見えるわね。これいただいてるわ。タカ君、見せたいものがあるの。昨日の空港の映像よ。ちょうど2年前あなたの目の前で死んだはずの男よ。彼は今ベイサイドシティにいるわ。彼の目的はハッサンの抹殺。ゴーマンからオーダーが来たわ。ハッサンの護衛と襲ってきた敵の殲滅。私をチームから外すの？ゴーマンは外すなと言ってきてるわ。ゴーマンが？タカ子、ゴーマンは私が裏切らないって本気で思ってるのか？私にはわからないわ。ただ一つ言えることは、ハッサンを守ることがあなたの仕事だってことね。あなたには仲間がいるわ。エンジェルチームのね。人を傷つけることしかできなかったあなたにとって、それが唯一見出せた人として生きていく道じゃないかしら。ゴーマンは2年間そのためにあなたを育ててきたんだと思うわ。素敵な時計ね。こんなに傷だらけになっても正確に動き続けてる。あなたもそうなの？タカ子ならどうする？決めるのはあなたよ。仮に私なら自分が愛した男を取るかもしれないわね。どういう結果を招いてもおそらく後悔はしない。明朝6時ブリーフィングを始めるわ。出てこなければアリサ、あなたをチームから外すことになるわ。
よくこれだけの物を短時間で揃えられた。大したことはない。我々が動かせるものの一部に過ぎん。なるほど。爆破されたランドメイトくらい大したことないってわけ。補充は効くが同じことは起こしたくない。そのためにあなたたちに来てもらった。で、奴の居場所は？見当はつけてやる。完璧だ。7時やで。アリサどうしちゃったんでしょうね。今まで遅れたことなんかなかったのにね。何かあったのかしら。いつまでも来えへんやつはほっといたらええねん。その方がうちらもやりやすいわ。これ以上アリサを待っても無駄なようね。もう一度連絡を取ってみるけど、みんなは打ち合わせ通り死刑本部に向かってちょうだい。ミッションの組み立てはケイに任せるわ。わかった。あ、アリサ遅れてすまない。ちょ、愛想ないな、ほんま。行くよ。取られんじゃねえぞ。クイーン E4。 ナイト F3 チェック。もう一勝負だ。おっさん、何回負けたら気が済むねん。手の内は読めた。次は勝つ。年こいて子供みたいなこと言わんとき。いつまでこのおじさんの相手してなきゃいけないの。さあね。雲がだいぶ低くなってきたな。そろそろ準備した方がいいぞ。早速現れる予感がする。またええ加減なこと。なんでそんなんわかんねん。私にはアンラの髪がついているからな。同時多発で爆発は起こっています。手当たり次第に仕掛けているようです。処理に成功しているのもかなりあるが、数が多すぎて手に負えない。被害の程度は？1000人規模の死傷者が出ているようです。今中央政府とも話し合った。ベイサイドシティ全市に非常事態宣言を発令する。始まったわ。スタンバイして。オッケバカ野郎、奴らの狙いは発すんだ。これ以上ここを転水してどうする。責任取ってくださいよ。警部、ジャミングがかかってレーダーが使えなくなりました。バカ野郎、機械なんか頼ってんじゃねえ。体使え、体。ラスベーターやったぞ。うわあ。
け？私とアリサで食い止める。みんなは念のためハッサンを移動させて。ん？おいこら待て、ハッサンをどこへ連れて行く気だ。おっさん、カモ出る暇ないね。何や、ハッ。2体とも見たことのないタイプね。私がでかいのをやる。アリサは細い方。わかった。装甲が分厚いから気をつけて。ああ嫌なのかい。そりゃ乗っちゃ。これまでか。くそ、光学センサーが効かない。もういい。どうせこいつらは戦闘不能だ。目的はハッサンだ。急ごう。ハッサンは。うわ、お前らは包囲されている。抵抗を破ろう。こういうものはシンプルな方が確実なんだ。複雑なものほどミスが多い。持ち上げてみろ。これが混ざり終わると爆発する。約15秒だ。
トロロン、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 トロロン。最高だ。日本人にはわかるまい。まったく厚かましいおっさんやで。ここに移った途端あの調子や。遅いわね、ケイとアリサ。心配することないて。ミシェル、あんた何してんの？公安のコンピューターにハッキングかけているんです。え？やった！アホ、なんちゅうことすんねん。こんなことタカ子に知れたらあんた憲法やで。今回あまりにも相手の情報が少なすぎると思いませんか？情報？いつものタカ子ならミッションに入る前に必ず相手の詳しい情報を用意してくれます。なんやお前、タカ子がうちらに隠し事しとるって言うんかいな。可能性の問題です。情報は命です。敵を知らなければミッションも立てられません。おお前ずいぶんエンジェルのメンバーらしゅうなったやないか。ケイさんのおかげです。うちやないんかい。おっさん何してんねん。俺も一度日本の公安のホストを覗いてみたかったんだ。どうでもええけど服ぐらい着んや。あった。ん？ルバイアート。おっさんごっつ人相悪いな。俺は公安に要求する。顔写真を交換しろ。静かに見れへんのか。セクンダディ。ん？何やそれ。昔ジャン・リュックがリーダーやってたテロリスト集団のデータ。何や、ジャン・リュックって銀行襲撃に失敗して死んだことなっとるやん。情けな。え、何やそれ。ん？高倉アリサ。え、敵さんと昔なじみかいな。だから高子は私たちに情報を流さなかったんだ。そういえば高子が昔酔って私に聞いたことがあった。もし自分の恋人が自分をかばおうとして死んでしまったとしたら、あなたはその恋人のことを忘れることができるかって。あれってアリサのことだったのかな。ん？帰ってきた。ケイ、どうしたの？敵のランドメイトにやられそうになったところをアリサに助けられたらしいわ。それでアリサは？連れて行かれたわ。ち、昔なじみにか？どうやら敵は君たちより上手のようだな。賢明なるベイサイドシティ市民の皆様、くれぐれも冷静さを失わないでいただきたい。不幸な事態は収束に向かっております。これ以上の混乱を防ぐためには皆様のご協力が必要なのです。当局は非人道的なテロ行為に対して断固たる態度で対処いたします。気がついたか、ジャン・リュック。2年か、ずいぶん探したぜ。どうやって生き延びた。神様がまだ死ぬには若すぎるって思ったんだろ。お前と同じように作り物の体になっちまったがな。アリサ、ハッサンに金で買われたのか。行きがかりだ。まさかバウンサーってやつか。悪いか。やめろやめろ、お前には似合わない。人の護衛なんざクズのやる仕事だ。俺と一緒にいればいいさ。また昔みたいに楽しくやろう。ハッサンはどうするつもり。ハッサンには死んでもらう。それが俺の仕事だ。仕事、派手な仕事になりそうだぜ。あんた全然変わってないな。変わってないのはお前の方さ。
ほらな。アラブ街に弟がいるのか。すぐ準備にかかれ。はい。お前はここで待ってろ。そうそう、お前懐かしいものを持っていたな。お前が使っていていいぜ。逃げ出そうなんて考えるなよ。こいつに殺されたくなかったらな。3件が切れてるわ。シルビアさん、そこを抑えててくれませんか。人使い荒いやっちゃな。冗談じゃないですよ。そりゃ僕のセリフですよ。まったく。兄さん。なんだイブン。明日の朝出て行ってくれないか。この町で兄さんを助けようとする奴なんかいない。すまんな、お前まで巻き込んで。兄さんには二度と会わないつもりでいた。自分の兄弟が武器密輸組織のボスだなんて認められなかった。噂によるとルバイアートは売る相手を選ぶって話したけど。子供を殺すような奴には売らない。人々を苦しめるような奴らには売らない。それが俺のやり方だ。それでも人は死ぬんだ。よし、いい子だ。女が逃げました。何、どうするつもりだ。アリサ、成長したじゃないか。ジャンリュク、公安のコンピューターにアクセス。アラブ街にいるハッサンの弟の住所を調べて。早いわね。サンキューマスター。急いでそこへ向かって。正体不明のランドメイトが2体いる。どちらかにジャン・リュックがマスターとして乗っているはず。ゴムスタンは効かない。格闘術にも長けている。1体に2人以上かからなければどうあがいても勝てない。私ダメです。格闘技は苦手で。アホ、こんな時に何言うてんねん。アリサおれへんのに、あんたけえへんかったら一人足らんやんか。アリサがいない間はみんなで協力し合ってちょうだい。アリサ、大丈夫でしょうか。およし、敵じゃないよ。アリサ、脅かさないでよ。もう大丈夫だった。ああ、それよりジャン・リュックが部下を連れてここを襲撃。ちょい待ち、ジャン・リュックって呼んだ男は昔の恋人なんやろ。あんたうちらのこと喋ったんちゃう。今でもあの男と繋がってんじゃん。はっきりしいな。やめな、シルビア。
アリサは仲間を裏切ったりはしない。やめた、ホラシ。それがリーダーとしてのあんたの判断か。私はアリサがいなかったら今頃こうしてはいられなかった。信用でけん。私のことは？え？一度でいいわ。私を信用して。もうええわ、早よいせんと。あたしも。悪い子じゃないんだけどね。分かっている。リョウ君が言ってたわよ、あなたが一番ランドメイトの使い方がうまいってね。仕事だからな。でも一番部品の消耗は激しいって。アリサ、無理しないでね。別にリーダーだからって言うんじゃないわよ、心配なのよ、仲間なんだから。さあ、私たちも準備しよう。とんでもない奴らが相手だから念入りにしとかなくちゃね。仲間か。ふん。おっと、失敬。わかりました。98年クリムゾンタイレル社製の超高機能ランドメイトです。2体だけ作られた試作品でベイサイド基地で廃棄処分にされています。ベイサイド基地。軍の管理はどうなっているんですか、富岡大佐。どの部隊に配備されたことになっている。アンチテロ部隊です。アンチテロ部隊は独立した組織で、我々ベイサイドシティ方面軍の管轄では。廃棄処分の担当者はスメラギ大尉です。スメラギ大尉。どうします、市長。探し出せ、今すぐにだ。街を続けば奴らは必ず動き出す。そこを狙え。目標はハッサン一人。しかしハッサンをガードしている連中はただのバウンサーではない。熱光学迷彩を装備したランドメイトまでいた。くれぐれも油断のないように。そんな奴らならなおのこと大手を振ってぶっ潰せるってもんだな。あまり無茶はするな。俺に指図するつもりか。やり方は俺の自由にさせてもらう。それがこの仕事の条件だったはずだ。疑いのある場所は全て焼き払え。抵抗する奴は女子供でも撃ち殺せ。端から炙り出すんだ。おい、それは試作機でまだ死者も済んでいない。構わんぞ、これが死者だ。勝手にしろ。リョウ君、整備は？ええ、とりあえずできることは。ちょうどよかった、前で運転して。え、僕が？いいから早く。俺一人のためにこの町まで攻撃するとは。だからこの町を脱出するしかないのよ。頼むわよ、リョウ君。そんなこと言われたって。急いで。こんなことになるんだったら来なきゃよかったな。この路地は迷路のように入り組んでる。奴らが追いつくには時間がかかるはず。そこを右だ。次を左。そこを右。
部長、この町にハッサンの弟が住んでいます。場所はアラブ街。そこだ。お前たちはもういい。あとは俺がやる。どうして、どうして攻撃をやめたの。あっけないな。命が失ったんちゃうか。油断しないで、簡単に諦めるはずがない。虹の方向にプラズマ反応、すぐ近くよ。何、こっち来いな。伏せろ。あ、アリサ大丈夫だ。やはりさっきか、照準が甘いな。あ、危ない。兄さん出ちゃダメだ。バカ、探す手間が省けた。やめろ。邪魔をするな。ジャンリュック、邪魔をするな。雑魚が。ジャンリュック、引き上げろ。なに、すぐ済む。上からの命令だ。これ以上騒ぎを大きくするな。チェ。アリサ、聞こえるか。アリサ、アリサ。聞こえてるよ。アリサ、しっかりしよう。大丈夫、死ぬほどのことじゃない。ちょっと待って、すぐ出してやる。兄さん、しっかりするな、兄さん。兄さん。イブン、よかった、気がついて。どうやら俺は本当に運がいいらしい。まだ喋っちゃダメだ。アラーの神が守ってくれるさ。もう気づいてはいると思うが、君たちが襲った船に乗っていたランドメイトは軍が横流ししたものだ。やっぱりそうか。問題は誰が黒幕かってことね。黒幕は中央政府内閣安全保障室長風間将軍。手足となって動いたのは特殊テロ対策部隊総本部長スメラギ隊。全て筒抜けだったわけですね。死刑ビルをぶっ壊したのもあいつらか。チクショー。なぜ今喋ったの。敵はまだあなたの命を狙ってるのよ。君たちにかけたくなってな。あら、世界的密輸ルートのボスの言葉とも思えないわ。ずいぶん甘いのね。確かに。しかし俺はこれで生きてきたんだ。今さら変えられないのさ。君たちは立派に仕事をしてくれている。いいチームだ。
兄さん、もういい。しばらく休むんだ。大丈夫さ、運だけは強いんだ。兄さん、イーブン、迷惑かけたな。仕方ないさ。お前たちがついていながらなんてざまだ。あら、警部が助けに来るのが遅いんじゃなくて？なんだと？騎兵隊はギリギリに助けに来るってのが決まりなんだ。アリサ、無理せんと寝とき。大丈夫だ、あのぐらいでぶっ倒れるほどやわじゃないさ。アリサ、どこへ行くの？片付けなきゃいけないことがあるんだ。テロ対策部隊の基地に乗り込むつもり？ああ、特殊テロ対策部隊総本部、通称パンドラ。元から立たなあかんってことやな。一人じゃ無理ね。きついお仕事になりそう。おいおい、お前ら正気か？あいつらのいるところがどういう場所か知ってるのか？奴らは確かにはみ出し者かもしれんが、あそこは最新のセキュリティと迎撃システムを持った要塞だぞ。だって私たちエンジェルアームズ社ですもの。ああ、ですものってお前ら。あ、いかん、やめろ、絶対にいかん。うるさいおっさんや。アリサ、勝算あるんやろな。負けるつもりはない。ミスター・ゴーマン、ご許可いただけますか？私は敵を叩き潰せと命令したはずだ。チーム全員でな。よっしゃパンドラは地上32階層、地下71階層の動く要塞基地だ。動くの？この要塞。ああ、この中には横須賀基地の武器弾薬の約半分が収納されている。そこでもしもの時の危険回避のため、ある一定のルートを移動できるようになっている。ここは？トンネルだ。トンネル？そうだ、物資の搬入や海上が使えない場合の移動路として作ったものだ。2年前の地震の際、このトンネルに亀裂が生じ使用禁止になっている。ここを通って潜り込むんやな。そういうこと。このトンネルは地下鉄につながっているの。でも問題が一つある。問題？トンネルとパンドラをつなぐ扉はパンドラ側からじゃないと開かないのよ。そんなもんバズーカでもミサイルでも持ってってやな。重火器感知システムが作動するとトンネル自体が崩壊するようになっている。なんやそれ。そんな危なっかしいもの作る人の気が知れないわね。だから誰かがパンドラに潜入して内側からその扉を開けなきゃいけないの。え、そんなんじゃない。私が行く。アリサ、大丈夫だ、ドジは踏まない。S5 番エレベーターの監視カメラが機能を停止しています。エレベーターは動いているのか？わかりました。降下中です。最下層で待ち伏せろ。はっ。アリサ。
失礼します。海底トンネル爆破の許可が下りた。どけ。もう邪魔はさせない。死ね。爆発音を探知しました。位置は1942、さっき通ってきたあたりです。トンネルが爆破されたんじゃ。嘘やろ。何やっとんねん。うちら殺す気かい。何言ってるんですか。殺しても死なないのがシルビアじゃないですか。なんやねん。まあしゃあないな。行こう。あさあ、おい、どこ行く。せっかくの客だ、出迎えてやらんとな。整備班、グレイフォックスの修理は済んだか。はい、つい先ほど終了して、ただいま調整中です。もういい、出るぞ。はっ。指令室を占拠しました。ずいぶん早かったわね。ミッションを進めます。了解よ。ミシェル、コンピューター任せたわ。ウィウィ。シルビアはミシェルの援護。なんや、ガキのおもりかいな。ガキじゃありません。マルシアは私と来て。了解。アリサは好きにしていいわ。でも命は大切にね。分かってる。行こう。ポケモンは？暴れてれば出てくるさ。ここに来るかもしれないから気をつけて。メンテナンスルームの位置は分かるか？ちょっと待って、ここよ。ありがとう。ん？パスワードを入力してください。いい子だから言うこと聞いてちょうだい。やってるわね。
やだわ。よく来たな、アリサ。歓迎する。しかし私のいるところはそこではない。もう少しだ。ここまで来るんだ。そうだ、私のいるところまで来るんだ。さあ、ジャンリュック。念を集中するんだ。アリサ、何を緊張している？怖いのか？あなたは私を撃った。お前が向かってきたからだ。それにお前はまだ生きている。そう、あなたは私を撃った。でも私を殺そうとはしなかった。プラズマを拡散させ威力を半減させた。なぜ？私はあなたに教え込まれた。銃を向けられたら相手が肉親でもその場で殺せと。そう言っていたあなたがなぜ私を生かしておいた？俺にはお前が必要だからさ。私が奴の気を引くから、その隙に奴の内腕を狙撃して。もし高子に当たったら。うん、高子に当たらなかったとしても、ここは弾薬庫よ。無茶よ。奴に避けられただけでも生身の高子は助からないわ。マルシア、考えてる余裕はない。あなたならできる。高子を救えるのはあなたしかいないのよ。そんな。全ての隊員に告ぐ。
速やかにレベル4の体制に対処せよ。繰り返す。速やかにレベル4の体制に対処せよ。なんやミシェル、どないしたんや。コンピューターが止まったおかげで起爆装置が作動しちゃったみたい。起爆装置？この要塞のかいな。アリサ、避けろ。腕だけでよかったな。そいつに丸呑みにされたら再生は不可能。どうした腰抜けの出てこい。まとめてぶっ潰してやる。なめんなよ。スメラギ隊に逮捕状が出たそうです。何？実は将軍にも逮捕状が。こちらに捜査官が向かっていると。スメラギめしくじりおって。どういたしましょう。証拠を消せ。パンドラの機密データを消すんだ。私の名誉を傷つける者は何も残すな。はい、直ちに。アリス、覚えているか。俺たちが育ったあの町の匂い。お前と同じ匂いがした。私はあなたの言う通りに生きてきた。私にはあなたが全てだった。初めて会った時のあなたの目は争いに敗れた野良犬の目だった。孤独に怯え、誰にも愛されない自分に絶望していた。その目に世界がどのように映るのか、私にはよく分かった。だからあんたと一緒にいることでそれを少しでも埋められればと思った。でもそれは私の見当違いだった。野良犬はどうあがいても野良犬のまま、いつまでたっても一人ぼっちなんだ。それが私には分からなかった。何を言ってる。クズどもに何か吹き込まれたのか。見ろ、これが軍の最高機密ブロックだ。素晴らしい反応速度だ。お前でなければあの防護壁は抜けられなかっただろう。俺が道を示し、お前が実行する。俺たちは二人で一つなんだ。さあ、昔のように楽しくやっていこう。私にはもう過去は必要ない。何？あなたのように過去にすがって生きていくつもりはない。まだわからないのか。この体のどこに未来がある。2年前のあの時、俺の未来は闇に閉ざされたんだ。いいえ、あなたはちっとも変わっていない。現実を受け入れられない野良犬のままよ。言わせておけば。許しを超え。命だけは助けてやる。アリサ、許しを超え。
コードを抜いたらアリサがこっちに戻れなくなるわ。どうすればいいの？アリサが自分で戻ってくる以外助かる道はないわ。早くしたまえ。はい、まもなく。プロテクションが外された。これが軍の最高機密。最初からこのために。そうだ、ハッサンの命などどうでもいいんだ。この手の秘密は敵対国には高く売れる。この国の電脳スパイの名前を教えてやろうか。消去しろ。どうしたんだ、バカな。ここまで来て、アリサ助けてくれ、助けてくれ、アリサ、お願いだ、助けてくれ。大丈夫？あの発着所にヘリがあったわ。あれで脱出しましょう。はい。と、すげえでっかい。アリサ、何をしてるの？早く。もうそいつは助からないわ。ジャンリュック、さようなら。将軍。ぶったたいてやらねえと気が済まねえ。あら、それってセクハラ？セクハラ！アリサ！寄せて！よし、来た！貴様ら、みんな道連れにしてやる！ケルベロスに新しい体を作ってやってくれないか。ってことはこれあの子の中枢部ってわけ？どうしたの？いつものアリサらしくないじゃない。そいつも私たちの仲間にしてやりたいんだ。え？仲間か。
素敵な朝日ね。ああ、最高の朝だ。これでおっさんも仲間やな。バカ言うな。俺は警察官だ。れっきとした公務員だぞ。野良猫どもの仲間になんぞなれるか。野良猫だって、おい、それね、あんまりね。お前ら誰のおかげで助かったと思ってんだ。まあまあ固いこと言わんと、みんな仲良いやろうや。Thank you.
Prostumi.